あのー、まだリモートなんですよねそうなんですよね緊急事態宣言下にあるんですよ今はまあ感染者の数も多少ね一時期より落ち着いてきたかなという気がしますけどねでもこの前ほら はい、これを収録しているちょっと前ですけどもニュージーランドの方は3人で3人の感染者が出たということでニュージーランドはロックダウンいやすごいす3人出たから町ごとロックダウンっていうあのねストークさんニュージーランドって行ったことあるないですオーストラリアは1回だけ行ったことありますけどニュージーランドはただでさえ入国するときにめちゃ厳しいよえ厳しいってどういうことですかあのですね 外来種の持ち込みっていうことに関して外来種が入ってくることに対して非常に厳しいです。ああ<ー>だからまあ普通に観光で行く分には若干のこう僕らにちょっと観光じゃなかったんでホットスポットの取材で入っていってあなるほどでニュージーランドに行く前にどっか行ってからニュージーランド行ったんだっけなだったと思うそれで あの、うん、トレッキングシューズあるじゃないですかあ<ー>でトレッキングシューズってやっぱいろんなそのニュージーランドに入国する前に行った国でえ別の自然のねあのいやそれホットスポットだったらいろんな例えばそこにしかいないものがくっついてる可能性ありますよねそうそうそうだからもうめちゃくちゃ厳しかったですよ。外来種ってていううことに対して <laughs> もう すごく規制があうんいやその点、まあ、日本も厳しいとはいえあの戦後になんかそのね他のものをちょっと食べてくれるからっつってアメリカとかからかアメリカザリガニとかでしたっけなんかそういうのを入れたら日本のザリガニを駆逐する勢いで増えすぎて今もそれしかないみたいなねなっちゃうんですよねやっぱ天敵いないとなるっすよ。 でも3人でも街ごとロックダウンするってすごいですよねなんか。すごいけどでもああニュージーランドだったらやるなっていう感じは僕はしてただまあそれぐらいその意識そのウイルスであるとか<ー>バクテリア細菌であるとかさまざまなその種のこう。 御前とといいうことに関しての意識は凄まじく高ですね今まで行った国の中で一番高いですねニュージーランドは、はあ。でもなんかニュージーランドってそのロックダウン別にロックダウン1ヶ月も2ヶ月もやってるんじゃなくて何日間かだけも厳しくやって、うん、それ出なくなったらまたもうあのすごい逆に言うと自由に暮らせるみたいになるらしいんですけどその間はもうあの給料の8割ぐらいをすぐ振り込んでくれるっていう。あ だからみんな結構そんなにやべえって感じにならないっていう8割ぐらいはすぐに振り込んでくるらしいんですよ。そういうことがあるからのやっぱロックダウンっていう。国によってやれることっていうのは対応の仕方っていうのは違うからそれがベストっていう話をしてるんじゃないんですよ。ただ引き続き世界中で感染というのが収まったわけじゃないですしワクチン の接種が、ね、世界的に始まっておりますけれど予防接種がまだまだ、えー、警戒しながら生活していきましょうね。でなんで何すかさん今何かか今言いかけました、ね、ああのごめんなさい、今日はですね。はいろんな非常事態宣言でこう、ね、ストレスも溜まったりする日常の中で少しでもこう楽しい話題を提供できればということで、うん、我々大好きなエゴサーですけれども。<laughs> 大好きっていうのは <laughs> まあいや仕事仕、ね、事は大好きですよ。半分仕事ね、もはや。あのしかも私も総口の総を大体みんな草かんぶりとか取って間違えて書く人とかもいるんで。そうだよね。わ、ま、ざわざそっちでもするんだ。えー、いろい,いろんな総で検索し、いろんな総口で検索して、も全部洗いざらいですで。総口さんがエゴサーチするとどういうのが出てくるの？うーんとー、まああの何かラジオとかやった時に例えばほらこの地底人ラジオ聞いた感想だったりも出ますよね。はんはんはん。 あとなんかあの映画のイベントとかやると姿は出ないけどワイドショーとかで声だけ出たりするんであれとかいう人もなんかつぶやいたりとかはいあとあのわざとあの漢字を間違ってて書いてる人は悪口ですよねあ<ー> <laughs> えだそういう人だいいたあのわざと間違ってエゴサイされづらくしてるんでそれすらも探してじっと見るみたいな <laughs> あの <laughs>、はい、誹謗中傷というレベルまでいってるものもあるの いやそれまではあんまりないですけどだって、うん、私の仕事ってまさに知的人ラジオもそうですけど、うん、誰かすごくやっぱみんなにこう支持されてる人とかの,あの番組だったりをお手伝いすることも多いじゃないですかするとそういう人からするとあのその自分の好きな人以外の成分はなるべくいらないという人も多いじゃないですかはい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 、はいはい、だからいなくなればいいのになみたいな感じのこととか来てるじゃんいなければ <laughs> あと 喋らないとなんでいるんだって言われるし、喋りすぎると、うるさいとかって言われるの難しいんですよ <laughs>。塩梅が。いや、なんでこの話したかと言いますと。<え>あの、エゴサーならぬ福山さんサーチっていうね。はい。最近の気になったツイートっていうのをね、ちょっとここでご紹介しようと思うんですけど。これは誰がしたんですか、これ。これは今波サーチですね。作家今波さんサーチですか。今波さんリサーチですね。はい。はいはい ごめんなさい、もうその時点で福山さん、ちょっとバイアスかかってますよね、なんかその今波さんサーチってだけで、今、ちょっと目を細めましたもんね、んあのすなわち、今波さんがセレクトした今波バイアスのかかった <laughs>、えー、ツイートがピックアップされていると <laughs>、はい、といううことでですすもんねそうですねそ今波さんが、えー、あの福山さんと私がこの話題で喋ったら盛り上がるんじゃねえのっていう感じでこうドロドロいう、あんちょっとおいしい料理作ったよっていう、こういう。なんだその 鳩に餌をやるような状態でしょこれを巻けばよかったら空やるぞ状態ですね上からですね仲良く喋ってなっていうこれが欲しいんだろこれやっとけやっとけっていうやつですよねあの我々がクルクってルク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 って言うだろうっていうそ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 う喉ゴロゴロしてるだろうっていう感じのこの時点でハードルだからツイートいきますよはい。 ある方がね、つぶやいていたと。うん、福山さんについて、うん、ね、えー、往年のアニソンシンガーね。あの堀江光子さん、はいね。その名曲たちを福山雅治の声で歌うと感動するよ。本当にって書いてあるんですええええ。えええはい、堀江光子さんの曲を福山の声真似でやるってことですか？はい。例えば、そのキャンディーキャンディーだったり。 気にしないわ。これちょっと違うな、俺じゃないな。それ、それハウンダドッグですよね。アルバチュウだってだってだってお気にいる。いや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 、それ、まあそれは福山さんではないですね。それは秘密秘密秘密。 違うな、<laughs> <あ>俺が俺の真似するとどうしても、ウィーアーって言いたくなりますよね、<laughs> なんかね、へぇー、ウィアー、ハウンド・ダーガー、<laughs> そうそう、あの武道館10連続公演の日みたいな感じ、どうですか、これ。ねえ で、何がやらせたいの、今浪さんは僕ら。いや、そこであのトーク展開の例が書いてあるんです、んあの質問九。トーク展開の例まで指示されてんの、指示行動されてんの、俺たちは。でもうハート、はと、はとですから、我々ね。<laughs> えーえー、そうそうそう、そっちの方がうまい。<laughs> えーえー、それうまいな。<laughs> えー、いや、よく歌うアニソンといえばっていう感じで、トークを転がしていけばっていう感じで、こう今浪さんのね、こう、ね。うえー。あと、あとは、うん、あと、こういうのもありますよ、ツイッターで。うん あの自分はよく大泉洋がモノマネする福山雅治のモノマネやります、A、W わらみたいな感じの、ね、つぶやいてる人がいたいよっていうドボ,ドボン会副会副長ブッチプッチブッチ、ね、ブッチチからねでそこからまたトークを展開するやり方として最近は福山さん「大泉さんにトークの新ネタを提供しましたか?」って書いてある。 これ大泉さんに新ネタ提供しましたかってこのトークの展開を台本に書いてあるということは「はいはい、ソングスを見てないってことですかこれ今波さんそうですねそうですよねこれ DSP これ, DS P これそういうことかなこれ <laughs> あの深山さんの番組見てないわけないんで きっと改めてこのラジオでもっていうことだと僕は解釈してたんですけど <laughs> いいカバーしたな何その DSP のさ気づかってる感じっていうか確かにね <laughs>、はい、あの、ええ、時代が優しい時代に入ってきたしあんまり直接的にこう、ええ、仕事仲間に対してねこうことを言うとか言うのをしない、はい、こうなんか 本でもさ事の本質っていうのはさやっぱりいい仕事をしてほしいわけじゃないですか、はい、それはやっぱり我々とねあの組んだらお互いに最高のものを出すように頑張ろうよみたいなそうそう最高のトークそのためには最高の台本はい、はい、欲しいのがあの原理原則だし真理じゃないですかそこでね僕はね DSP がなぜいつもかばうのかがわからない <laughs> そうそういやいやいや <laughs> 急に矛先が DSP に向いてる。<laughs> そうそうそう,そう <laughs> 危ない。なんでなのそれそれ何年下だから先輩を敬うみたいなことなのそれ。 まあ、あのやっぱり多少はそういうのはありまして、うん <laughs> まあ、だ大体今波さんがこう台本が上がってくる時間帯っていうあの深夜なので一日すごい僕も疲れた状態で今波さんの台本を見てみるんですけどあんまりああこれ大丈夫かなってやっぱそこで一回思って一回寝て明日の朝いいコンディションの時にもう一回今波さんの台本を見ようと思って見たんですけど、うん、やっぱりちょっととはいえまあ 作家さんの狙いがあると思ってこう現場に入って見てるんですけどやっぱりあのこうなるかっていう <laughs> いやっていうかさそれはまたこれが DSP さんこ解決しなきゃいけない根本からずれてるわけそれはまず前日 <laughs> 収録の前日の夜中に台本を送ってくるってことでしょ今南さんが <laughs> そうですねそのまず <laughs> えー、台本が送られてくるのをもう一日前倒さなければいけないそれが何先輩だから言えないの そうですね。<laughs> そうですね。じゃないよ。結局、結局、ハトマネが一番うまいっていうことだけが事実として残ったっ。今日のオープニングの収穫一番はそれですよね。なんかハトのマネがうまい。<laughs> <え>結局、ハトのクオリティの話になっちゃったのよ。そう、あ、なるほどね。じゃあ。行ってみよう。 福山雅治と。さあ、おじゃくさの。地底人ラジオ。さあ、君待ちリクエスト。ですね。はい、東京都の蒲鉞ちゃん、二十一歳大学生女子。え、聞いてる放送局は渋谷のラジオ。君待ちリクエスト。暗闇の中で飛べです。お,お。 今日就職活動で初めての本選考の面接を受けました、うん。緊張しすぎて考えていたことや伝えたいことの1割しか伝えられませんでした。1割か面接を想定していろいろ言葉を考えたり準備をしていたりしていたのですが実力不足でした。うまくいかなかったと落ち込みながらイヤホンをつけると暗闇の中で戸べが流れました。時間は前にしか進まない。不安も後悔も連れて進むしかないのだ。えー、最初の一歩はいつも怖いさ。 前に前に友よ生きようと,という歌詞が私の心に染み渡りましたダメだったと思っているだけでは何も変わらないので次に生かすために前に進まなければと思いました背中を押してもらった感覚ですうん初めてのことで不安ばかりですが一歩ずつ進んでいけるように頑張りますいつも私の生活の一部として寄り添ってくれるマシャの音楽は私にとってとても大切ですこれからも応援していますスローコレクションライブ楽しみにしていますマキ頑張っ 頑張ってるよいやこれはねあのネガティブに捉えるというよりはマキちゃんさあのポジティブに捉えましょうよ。ね、あのもちろんマキちゃんの言うとおり、えー、緊張があって実力が出せなかったっていうことだと思うんですけどでも多くのオリンピアアスリートトップアスリートの方たちの言葉はやっぱり本番は練習でやったものしか出せないっていうのが トトップアスリートオリンピアたちの,あの言葉で多いですよねなので、えー、準備が足りなかったのかな今回はちょっとうん、うん、だから本番っていうのは1割しか出ないんだっていうのが分かったっていうことは今までの練習の7倍ぐらいやんなきゃいけないってことですよねやっぱり本番で70%ぐらい出しときたいじゃないですか大変だと思うけどねもちろん大変大変なんだけど僕はいつもこう考えますよ ああ大変だなエンターテインメントの仕事大変だな生き残っていくのって大変だなものを生み出し続けるの大変だなって思うんだけど、うん、でも俺が大変だと思ってるその2倍3倍苦しんでるやつはこの世界この地球上全世界のアーティストいるはずだとだから俺はその戦う前の段階本番の前の段階生み出す苦しみの段階で負けるわけにはいかないとだからもっと。 自分自身と向き合わなきゃみたいなねまあちょっとマッチョな考え方なんですけど僕なんかはでももしマキちゃんがねその暗闇の中で飛べが染み渡っているのであればその歌を作った人間の考え方っていうのはそういう考え方ですっていうのをご説明させていただきましたさあもう一度頑張ろうマキちゃんマキちゃん暗闇の中で飛ぶんだ メールいただきました。はい、広島のアンディベムさん、四十八歳男性会社員の方、渋谷のラジオで聞いていただいておりますと。うん、ええー、学長、こんちてえじん。こんちてえじん。毎週楽しく会長しております。ありがとうございます。お、男性ビューティー化企画、ぜひお願いしますと。<お>こ四十八歳男性。うんうん、私、まもなく四十九になるんですが。四十五過ぎた頃から乾燥肌がひどくなり。うん おじさんになって、ただでさえ小汚くなってるのに肌ととか少しししでもなを整えようと思うよううう思になりました。いいいい意識だね,ねで。乾燥肌対策として朝の洗顔後夜お風呂上がりにパーフェクションクリームみたいな、まあ、そういうものを塗るようにしてますが、うん、まあそれだけしかやってないです、うん、数年前に福山屋でアイブローペンシルを買ったものの、うん、失敗が怖くていまだに使えずじまいあ でできれば眉毛を整えるためのハサミとかのセットも福山屋で販売していただき、うん、さらにやっぱり学長自らがお手本を指導するコーナーなんかをオフィシャルホームページに設けていただければ最高です。<laughs> ぜひともよろしくお願いしますと。いやそうだよね。いやあのねアンディベムさんさんがおっしゃる通りで、あのー、自らそのビューティーを 提案してる自らが動画でこういうふうにお手入れしてますよっていうのをアップするっていうのはこれはもう今の時代必須だしそうあるべきだと思うんだけどはいなんかそれを俺がやり始めたら本当にさ<笑><笑>確かにネットニュースととかガブッとこううきそうな感じですもんねなんかあのご自身のその美容に対することで実際にこう塗ってみたりとかこうやってアイ,イアイライン入れますよみたいなことを。 ご自身でこう動画アップされる方って結構いらっしゃるじゃないですかそうですねその男性版をぜひやってほしいってことですよね、ええ、多分ほら買ってみたものの正しい使い方がやっぱりいまいちわからないから使ってないってアイブロウペンシルうーんや <laughs> いややってもいいけど <laughs> それこそごごめん本当に申し訳ないけどサロン化してもいいですかああそうですよねそうしないとねちょっとやっぱり一般の人に YouTube ってあの世界中で見られるんでアップすると世界中の人に僕が自分の眉, <laughs> 眉かきペンを自分の眉を描いてるのをアップするのを見られるのはちょっと誤解が生まれる気がしていてまずはサロン化させていただいたらその会員さんの中で公開していくっていうことはもちろんいとわないんですけど。<laughs> なんですかいやでもあの福山さんがあの会員集めてサロンを作ったビューティーサロンそれはそれでまた何か瞑想って言われそうな感じがでもそ,<れ>そこは俺もあのもしその、はい、アンディ・ベムさんや、はい、このラジオを聴いてるリスナーの、はい、ビューティーに対して関心のある男子そしてどう進めていっていいかわからないさまよえるビューティー子羊たちを。 受け止める覚悟すればいいだけの話なんであのな本当にそれが1,000人とか1万人とかっていうふうな規模でい,いらっしゃればねそれはもう僕はもう,ああそ,う、ね、そんなあの風評やあうん、うん、噂な謎にあの惑わされることなく覚悟を決めて受け止めますよ。 あうん、まあどれぐらいその入ってもいいよって方がいるかってことですよこれね。まあもしそういうふうにこうサロン化するならぜひ<ー>入りたい入ってもいいよって方がいらっしゃったらいやまあせいぜい眉の描き方とかねあと化粧水こうやって塗ってますよこういうのとかってその後にまに、あ、僕はまあフェイスクリームとかであと以前、うん ソグさんにも紹介させて頂い,いたそのネイルクリームの塗り方とかあと爪のその研ぎ方、うん、切り方とかうん、うん、まあせいぜいそんなもんなんですけどねうんだけどまあそのちりつもなのでこういうのってその日々の積み重ねによって肌のコンディションを整えていくっていう。うんうん、あと爪と爪か指 やっぱ甘皮剥がれてんのとかって僕嫌なんですよ爪の<ー>生え際のところもねあそこはいつもこうつるっとしてたいっていうのでまあそういうとことかねだからソウさんも一時その爪磨きご自身でやってたじゃないですかやってましたね、うん、今でもたまーにやってますたまーにやってますアンディ・ベムさんもおっしゃるとおり、うん、ほっとくとやっぱ小汚くなっていくんですよね我々の年齢になっていくとね もうそれはねもうしょうがないですよもう,こうだんだん下っていくしかないっていうねこ、うん、これからグーンっっっててて上がってることってななないいだろうなみたいなでもやっぱりさそのよく僕は例えるけどビ、はいまあ、ンテージのギターでもそうだし、うん、家具でもそうだし車でもそうなんだけど古い車でしか出せない味とか、うん、古い家具でしか出せない雰囲気であるとか、うん、よく踏まれた石畳だからこそ ヨーロッパの風情が感じられるみたいなそういうエイジングされたことによる良さっていうのはやっぱ表現していくべきだと思うんですよ我々おじさんっていうのはね。うここ汚くなるかそっちになるかってねこれ分かりませから<う>、ね、ホテルとかでもね、あのーはい、古くからあるいい感じのホテルってやっぱあるじゃないですかヨーロッパなんか行ったりする、ね、老舗旅旅館館とかもねまあ旅館もねねそうだ新築では出せない うん、醸し出すすその醸す感ですよ、ね、うん京都の寺みたいになっていけばいいわけですよ我々だってやっぱあれはなぜ京都の寺があれだけあの人の心をあの引きつけるかっていうとよく手入れされさてるからですいやそうですね庭から何からね磨き上げられた床とかねそ,<ー>そしてよく手入れされそしてあまりカビになりすぎずああ 砂砂とか砂利だけで川やあの茂みというか、うん、あの植栽を表現するじゃないですかまあ究極ああいう風になっていけばいいんですよ我々もおじさんとして。 まあ、ほっとくと本当にあの荒れ果てたた誰もいないいなな寺みたいになってきますからね,本当ね荒れ果てて誰もいない寺にいろんな生き物が住み着いて <laughs> 怖い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 どうしようもなくなっちゃうんだけど,なるほどだからその年を重ねたからこそ出せる雰囲気っていうのはほっといたら出ないんですよやっぱり手入れをしないと出てこないからまあ 僕はこうやってますよっていうのをもしそただそんなにいろんな動画アップできるほどないんだけどさでもまあ例えば僕自身がセルフでできてる部分とあと例えばヘアメイクっていうのはいつも CM とか雑誌撮影とかっていうのはこういう風に作ってもらってますよみたいなのの、うん、動画とかねそういうのだったらまあ アップできますけどでもそれを一般的になんかこうやるのはちょっとさすがにまだ抵抗があるので <laughs> サロン化するという場合、うん、もしどれくらいの方がそれをお望みなのかというね <laughs> あでもさその情報で言うとね東輝さんここに書いてあるけどストーリー、はい、これ雑誌の、はいはい、バレンタインに男性がもらって嬉しいものランキング ストーリーリさん調べでは1位がお酒で2位が革製品の小物で3位がメンズスキンケア用品と。でメンズコスメの市場は拡大中で日本のメンズコスメティック市場は10年間で122%増2021年は1220億円を超える見通しと。だから僕30年後っていうふうにすごい長いスパンで言ってますけれどももう30年後は当たり前に。 男子中学生男子高校生とかがメイクして学校に行く時代来ると思いますよ。うんそれは会社員もそうだし、うん、もう今すでにそういう人たちもいるっていうことで,、うん、でかつ、うん、まあこの間も言いましたけど僕も総口さんももうこの世界入って30年ぐらい経ちますけど、うんうん、昔っからメイクして表に出てますからね。はあそうですね、うん。なので僕らにとってはまあ特別なことではなくこれがどん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 皆様の日常生活に浸透していくので、うん、僕は。 あのー、これでビッグビジネスをやるとかっていうことじゃなくって僕らが、あのー、経験してきた今は世間一般ではおい男が迷惑するなんておかしくねえかみたいなそういう常識ではなくあの業界で体験してきた仕事上で体験してきた知見というものを、うん、シェアさせてもらえる機会があればやりますが、うん、ただ、うんうん、いきなり YouTube にアップするとちょっと まだその早いかなと。<laughs> なるほど。うん、のがあるのでっていう感じですかね。うん。じゃあ。資生堂さんの椿のあのシーで。の曲。でしたね。こちら。何度でも花が咲くように私を生きよう。地底人ラジオ。でもう一個メール紹介させてください。うん、横浜の。 ゆっちさんは53歳女性保育士の方ですが渋谷のラジオで聞いていただいておりますがまシやうちの長男の話を聞いてください、うんえーね、息子高高校選びはちょっぴり間違ええー、高月にリタイアと。うん、で通信制の高校に入り直したんですが、えーまあ、来る日も来る日もゲームばっかりでちょっとまあ引きこもり状態になってしまって。うん 中学時代は運動部で色黒細マッチョだったのに、うん、今は、えー、青白くガリガリになってしまいましたと、うん、でこのままだったらなと心配でしたが、ね、まあでも私は長い人生きっと彼には休む時間が必要なんだと焦る気持ちを抑えて待ち続けましたうん、うん、でそんな彼が引きこもりから1年近く経って突然ファッションに興味を持ち始め<お>ネットで、まあ、そのかっこいい服を見つけてあこれ買ってというようになった、うん で韓国の方のコスメなんかもネットで買ったりして<う>、えー、スキンケアお顔のパックもして眉をこう揃えたりして<う>プロテイン飲み始めと<う>で本人も見た目にこう自信がついてきたようでおう、えー、最近はお外に出かけるようになってきたと<う>でほらあの韓国の男性のアイドルグループにもハマったようで、えー、いわゆるま綺麗な男の子を目指しているようです えー、私よりもずっとコスメ代お洋服代もかかってます、うん、このまんま見守っていていいんでしょうか今時の男の子ってこんななんでしょうかマシャも毎日パックしてるんですかマシャがしてるなら許しちゃおうかなっていうか私も見習いたいです」って書いてえまこゆっち頑張ってるよ。頑張って マコユッチ聖母マリアだよん優しいやんかいさんマコユッチどうよアキさんいやあのー、普通だったらねあのー、怒っちゃうと思うんですね高校を辞めて通信制に入れてやったけどもい現場っかりしてとかって言っちゃいそうだけど怒んないっていうね、うん、この人あのねマコユッチみたいな受け止め方してくれてると 息子さんもねこのままじゃダメだなってあの心の底から思ってくれると思うよ。ねだからまさにそれで今ね外に出かけるようになって見た目もね気,、うん、気をつけるようになりっていいことですよね。いいことだそしてね僕が思ったのは、うん、あのやっぱり自分に自信が欲しいんですよね、まあ、人は誰でもそうですよ。うん、何らかの人がねそれを 認めてくれる認めてくれないにかかわらず自分にはこれがあるんだっていう何かしらの自信がないと、うん、そり外もも行けななないし人とも会えなくなりますようん、うん、だからその自信が何なんだ自分の中で見つけたんでしょうね、まあ、それが寄り道だったり止、うん、まり木だったりするかもしれない先々はまた飽きたしうん、うん、やめたっていうふうになるかもしれないんだけどいいじゃないですか。 うんうん、でただね僕ねまこいちあの一つ言いたいのはちょっとバイトぐらいしてくんないかなと思うんだよねその息子さん <laughs> 確かに。ちょっとそこは自立してほしいっつーかうか、うん、自分のものは自分で買う今アルバイトってさしていいの高校生って。まあまあただやっぱり今あの。 通信制ってことはその辺働きながらの方もいるでしょうからね。うんうんうん、あとなんかいろんなネット上のアルバイトってなんかあんのやり方ってやれることって。あ年齢不問でそういう、まあ、昔で俺たちの時代の昔で言うとこの宛名書きみたいなやつだったりとか。内職みたいな。内職ね。造加作りとかね。はい 昔あったけどだからそういうことも含めさその自立だったりとかあと自分で何か仕事を探してきて、えー、労働力を販売しその対価を得るというその資本主義の構造を知ってもらうとかいや何しろさ好きなものがあるっていうのはそこに向かっていろんなことが動き始めるから。 やっぱりコスメ欲しい、えー、おしゃれしたいってなったら当然ですよお金かかるでお金かかるのもいつまでもまこゆっちに保育士さんでさお子様いてさそんなに自由にできるお金ないんだから息子ちゃんようん、うん、僕なんかま,あのまこゆっちもまこゆっちちゃんも自分で言ってる通りまこゆっちちゃん自身のスキンケア含めビューティーもお手伝いしたいのに だからいつまでもお母さんのまこいちにね頼ってばっかりじゃない、うん、僕だってしてたよ小学校の頃から新聞配達だ当時はねそうよ新聞配達やってたよ小学校の頃、うん、その中でお小遣いにしたりとかあと、まあ、家にそれ入れてたりもしたけどね半分ぐらいはね、うん、結構 結構ね新聞配達もう今から40年ぐらい前だけど1月1万円ぐらいもらってたんだよねああそれ大金ですねまあ今考えるとねその1日300円ぐらいじゃないですか結構まあ安い賃金だけどねその100部以上配ったりするわけだからさ結構なあの労働なんだけどまあそれにしたってそれバイトしたりとか、うん、学校行く前にね朝小学校行く前に。 高校に入ってからもそうですよ洋服買いたいとかってなったからバイトしてたけど、うん、今だから息子ちゃんがそういうビューティーに目覚めてるのであればね、うん、それはいいことだしでそれによって承認欲求が終わりなんでしょう自信、あのー、が出たからこそ外に出れるようになってきたわけで、うんうん、でもそのためにはやっぱお金必要だからちょっとバイトしてほしていな、うん、引き続き、えー、メンズビューティーに関しての、えー、質問や。 ご意見お待ちしております、はい、さああのー、ねコロナのこともあってあのー、大河ドラマがこの間スタートしたんですよねそうですねあのー、通常というか今までの例年通りのスタートとは違ってましたね,ね、うん、今月からスタートということで、うん、晴天をつけうん。主人公渋沢栄一はアミューズの根、ね、深山さんの後輩でもある吉沢亮さん、うん、これあのー 楽しみにしてると福山さんは、えー、13日の「福のラジオ」で言っていたっていうはいスタートダッシュ20%いきましたね関東でねああ<ー>えっと僕はあのー、もちろん見ましたけど、はい、1> 第一話はい,はい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 「こんばんは徳川家康です」の北大金欣也さんにまずドキモを抜かれあ<ー>でそこからまあ、あのー、草薙さん 演ずる徳川慶喜公馬場にいる慶喜公に吉沢亮君と高良健吾君がですね「うんうんうん慶喜公」っていうので、ね、こうねは<ー>まあそこからそのあのあ青年時代から始まっていってあの子供時代に戻るんだけどあーはいもちろん面白いんですけどもちろん面白いんですけどうん、うん、1> 第1話っていうのはやっぱりどうしてもそのドラマって メニュー紹介になっっちゃうんですよ第1話って<ー>こういうお話ですよっていう、うん、ただそのメニュー紹介もただのメニュー紹介ではなくってあのいきなり「こんばんは徳川家康です」っていう非常にその大技を繰り出してきたんだけどメニュー紹介でも。うんうん、で僕の今のこうワクワク度で言うとポスターあるんですけれども「青天を衝け」の。はい、あれね写真が 栗上美さんで、あの結構モノ,モノクロが結構多いんですけど栗上さんってもちろんカラーも撮るんですけどまあそして大事が杉本博さん、はい、で「晴天を突く」のポスター宗吉さん手元で見れる、はあ、あります見れます。カラーで、まあ、結構汚し入ってて「被写界深度深め、まあ」相当絞って撮ってるってことなんですけど、うん、あのー。 ザラッとししたた感感じで質出まくりみたいな感じ色のコントラストも強めでで非常にそのほとばしるほとばしるエネルギー感っていうポスターじゃないですか,、うん、だか僕の期待値で言うと早くこのポスターの渋沢栄一が見たいなっていうやっぱりこうほとばしっててほしいわけですよそのば幕末っていうと。うんうん うんうん、みんななってるじゃないですか新選組もそうだし、えー、薩摩藩もそうだし長州もそうだしとにかく時代が変わるあのー、瞬間にどうやって生きていくかどうあるべきかっていうのが、うん、もうみんな必死だったあの時代そのほとばしり感っていうのが幕末の魅力。 まあ、戦国は戦国のほとばしり感がね、うん、魅力なんですけれども早くその、うん、見たいっすねいつぐらいに来るんだろう<ー>それがなるほどなんかこのポスターもちゃんとこうピシッと着付けした後に泥の中を転がってもらった後に撮ったっていううんやっぱりこう這いずり回り駆けずり回りのた打ち回りそれでも立ち上がり 前へ前へとっていうようなほとばしり感じゃないですかまあ泥の中を大河で転がったといえば福山さんが先輩ですからこれねもう泥のことは聞いて <laughs> もう泥だららけにになってましたね1話目から本当にもうもう途中も大変でしたから <laughs> そうなっていくんだろうな牛糞や馬糞が落ちてる泥の雨水を 何度飲んだことか <laughs> 飲みたくないのにねもううだから僕はね、まあ、余計なお世話かもしれないけど結構そういうシーン出てくるからね、はい、今後はの,のた打ち回ったり、ね、そういう田んぼであるとかさ池であるとか川であるとかに落ちる、うん、みたいなの出てくるでそこであの泥水を飲むことになるんですよおそらく。 もう飲んじゃってるかもしんないはい,はい、はい、だからもうこれはねあの大、ー、が終わってからでいいんだけどはいぜひねはい検査に行ってほしいはいはいピロリ菌のあ,そ,あそ,れそ,れそうあそれそれそういたもん俺 <laughs> なんかそおかしいってい絶対あそこでもらったって言ってましたもんね前ねうん 一回駆除したのに、またいたんだもんだって、<laughs> 普通は一回駆除したら、もういないですよ。私ももういないでしょうね。一回駆除した。俺、二回駆除したから。<laughs> 僕の肌感では、バフンギュフンですよ、はいはい <laughs> あ。あ、そうですか。そう、あ、だから、これは、吉沢さんも、その撮影で、もしかしたら、もらってしまう可能性があると。うん、結構ね。 でもそれが福、あのー、山さんのマネージャーさんについて吉田礼さんのマネージャーさんについて本人に福山さんが撮影終わったからでいいからピロリ菌検査した方がいいってこれ伝えといてって言われたよって言われたらどういう感じになるんだろうピンとこないと思うけどねまだ若者だしえっって、うん、でも<え>あのマネジメントではまずは共有しておいてもらいたい <laughs>、はい、今現在それをね、あのー、ご本人に伝える必要はないけれどはい ま,あこれでねまたそのちょっとファンの方とかがこのラジオを聞いてて吉田く君の何かこうファンレター的なのにね福山さんが言ってましたよ「ピロリ君に気をつけてね」ってまあまあ行くかもしれないけどでも本当にねけがもするしやっぱりそうですよね1年やってれば本当にもう僕もそうだし武く君もそうだったし 膝の皮とか手の皮ビローンみたいなのしょっちゅうでしたよ。まあタケルさんとはルロに献身でも危なかったって言ってましたもんねなんかこうあ,あれは本当に申し訳なかったな。縦のシーンとかでもやっぱそれぐらい真剣にやっぱりお互いにやるとなんか予期せぬことも起きる可能性もあるってこと思うんですよね。そう怪我しちゃうしいい怪我させちゃうし。まあ怪我しないのがベストなんだけど、うん、やっぱりねこう特に取っ組み合いとか縦のシーンとかっていうのは。 やっっぱ異様なな空気になるのので、本番っていうのは。<ー>ただそういう異様な空気が醸されてないと説得力がないのでし仕方ないんだけどねでも本当に気をつけてほしいどれくらい縦のシーンとかがあるのか分かんないけど、うん、でもおそ<ー>らく特っ組合とかはあるので絶対そこは本当にね気をつけながら本当に僕もあの、絆創膏というかあの救急箱系が<ー>もう 常に欠かかかせなかったからうん、うん、じゃあここでねあの久々に聞きましょうかあの龍馬伝のオープニング今回もあの今回の「青天を衝け」オープニング、ね、いやじゃあ音楽も期待ですよね、うん、久々に聞きましょうか龍馬伝のオープニングで「龍馬伝」メールいただきましたうん 練馬区の美咲ちゃんは27歳女性、まあ、会社員の方渋谷のラジオで聞いていただいておりますと福山さんこんにちはと最近悩みがありましてお便りしました、うん、コロナ禍で彼氏と別れて半年<ら>最近全く刺激がない毎日に退屈していたところ、うん、たまたま広告で見つけたある BL 漫画にたまたま広告で見つけたある BL 漫画にハマってしまいましたうん、うん、まあなんか広告入ってくるからね あネットなんかでもパッときますよね、うん、でもなんかそれは多分アルゴリズムで設定されてるんで、えー、そのたまたま入ってきた BL 漫画の広告がたまたま入る前に何かでそっち方向を踏んでるんですよ。で内容は「うん、普段厳しい鬼上司が実は女性もののひもパンを履いておりその秘密をしたわんこ系のねわんちゃん系の後輩が わんこ系なのに上司をその鬼上司を攻める話はい,はい,、はい、いい設定だね,ねえイケメン上司のひもパン姿はかなりパンチが効いているんですが、うん、と刺激を求めていた私にはなぜか引きつけられるものがあり、うん、以来現実でもイケメンを見るといやそんなことは絶対な、ね、いありえないと思いながらも脳内でひもパンをあてがってしまいます福山さんのライブ映像を見ていてもえー、福山さんがイケメンなので ひもパンが脳裏をかすめますごめん吐いてなくて <laughs> ライブ映像に集中できなくてごめんなさいっていう。うん、もう一度清い気持ちでライブ映像を見たいのでこんな私に一括していただけないでしょうかああなるほど、えー、そういう流れねえー、それでは体に気をつけてくださいね美咲美咲くん上司っぽい君のその妄想 間違ってるぞ僕はライブではいてねえんだよ <laughs> なんだいい、ね、この乾いた全体的な笑いはこれちょっとその DSP もダニエルさんも <laughs> はい、はい、何この乾いた笑い、はい、イーストも笑っとるやろなんか,そうそうかなんだちょっと。 どうしたいやだからひも,ひもパンなんかはかねえんだよっていくかと思ったらそもそもはいてないってもっとさらに上から来たっていう <laughs> <laughs> 7枚上から来たなるほどなるほどはい来ましたねいややっぱなんかね福山さんになんか怒られたいとか一喝されたい願望ってあるんですよねなんかねそういうメールがちょこちょこ届いてるっていうだってあの男性だってあの女性に,がにただ叱られるビデオとかありますからね募集しましまょうよだから、S K、のある SK 決め台詞のあるコーナーをそれこそだって今南さん作家今波さん得意な分野なんじゃないのあ今波さんこそまさに極上の M ですからね面倒くさい M って <laughs> あの注文の多い M ですよ注文の多い M 作家っていや<う>いや,いやだから多分こっちが頑張ってピシャリと言っても ちょっと違うみたいな顔したりするでこっちがその良かれと思ってその M 心を満足させてあげようと思ってピシャリと言うと、はいはい、いやそういう叱られ方じゃないんですよねうわめんどくさ <laughs> そこじゃないんですよ僕が叱ってほしいポイントは分かってないなこの S はみたいなあよ、ね、ちゃんともしっかりやってくれよって M の方が言うっていうその そうだからこのおそらくそういう構造なんじゃないのこのの秘密をを知っったワンコ系の後輩が上司を攻めるっていうあだってその鬼上司は女性ものひもパン背景だから絶対 S じゃなくて M k あるってことですもんね。うん、じゃあそのまあある種定番といえば定番の S なんだけど自分も S だと思ってたんだけどもしかしたら M かなって。 っていうのを開拓されちゃった。うん、開発されちゃったっていう状態ですね。鬼調子はそれともあれ。あの元々。自分は m なんだけど、あえての s を演じていたっていう設定なの。どっちなの？これ？う <laughs> ん,ん,ん、うやっぱりその葬儀さんはね。今ねニヤニヤ笑ってるけど、ええ、その設定の、ええええ、あの精神精神状態っていうか、その登場人物の精神の設定がとても大事。はいはい だと僕は思ってるんですよその BL 作品に関してはあ<ー>、うん、展開が変わってきますからさすがそういう味のあるセリフですねそのなんかその BL 分析いやいやいやさ,さ,さすがものづくりですからやっぱりあまあそうですよね、うん、あこれ「えー、鬼城主極寺さんは暴かれたい」ああすごいなああいいですね え、綺麗ですね。え読んでみよう。<laughs> でも、これ,これ、ね、あのリスナーの方にその福山さんに一括してほしいことを募集すると、やっぱりなるべく細かくシチュエーション書いてもらった方がいいですね。そのほら m っ気のある人にこう気持ちいいぐらいピシッと言いたいから、これうん。やっぱりその。ピシッと言う側の設定とビシッと言われたい。側の設定を。 うんままあ、ある程度細かく書いてくれた方が演じやすいですよね。ああそうしないとね、あのー、一番こう気持ちいいとこにピシッと行かないとまずいですよね。ああなるほどそこじゃないんだよな攻められ方としてはってそこのポイントちょっとね 2mm ずれてんだよねその攻め方みたいなことになると <laughs> ちょっとね違ってきちゃうんでせっかくですからねせっかくですから。で僕もほらあ,ーあのー しょっちゅうそういう BL ものは最近は読んでないですけどあの、はい、ポーランドのねあの女の子に BL を勧めたっていう英語学習アプリで出会ったね女の子にっていうやっぱりその地底人ラジオが世界に進出するにはやっぱりこのメールとても大切だと思うんですよね。ははい、はい であのさっきのねその叱る叱らないで言うとまあ総口さんが僕のことを叱ってくれるっていうか叱る人っていうのがもうなかなかいないから減ってきたっていうねやっぱね年取ると。はい、っていうことで言うとねそのただ文句言われたりになるのはこれ叱るっていうのじゃなくイラッとくるる話にななじゃないですか <laughs> だから叱るためにはその S 剣ある決め台りって。 っていうものを気持ちよく成立させるためには。そこに必要なものは何かわかりますよね、総武さん。え。そこに必要なもの、も絶対に欠かせないもの。うん、何かわかりますよね。あそれは愛,ですか愛だ。やっぱり愛か。そうだ。やっぱり愛か。やっぱり愛情がなく叱ってると、それは暴力になっていくじゃないですか。 だからこのエスっ気のある上司役なのかあ彼氏役なのか旦那さん役なのかおじいさん役なのか分かりませんけれどやっぱりお互いの中にその愛情もしくは少なくとも叱る側には愛がないと成立しないと思うんですよね。うん、その辺りも踏まえてうん じゃあ何にしましょうかね鬼上司正治さんは <laughs> 暴かれたいのか正治さんはいやそうすると、M、逆に M っぽくないですか、ね、そっちになってくるもんね、ええ、鬼上司はい鬼鬼 DJ <laughs> 鬼 DJ ってやだな <laughs> 鬼パーソナリティ <laughs> まあ鬼パーソナリティか鬼 DJDJ DJ っていうのディスクジョッキー今パーソナリティかですかね、うん、鬼パーソナリティ正春さんに叱られたいあ <ー S 2> まあシンプルですけどいいですね叱られたい人うん 叱られたい人はじゃあ叱られたい内容を書いてそして叱られたい決め台詞を書いて、うん、地底人アットマークシブラシドットコム地底人アットマークシブラシドットコムまでメール待ってるからな <laughs> 送れよ <laughs> ないですね送らないとどうなるか分かってるよな <laughs> はい、お知らせでございます。福山雅治 31st アニバーサリーライブスローコレクション各配信サイトにて視聴チケット発売中でございます。アベマギャオピアライブストリーム、フールストア、ユーネクストラインライブビューイング、ローチケ、ライブストリーミング計7つのプラットフォームで受付中でございます。3月21日19時から3月21日19時からです。いいものになりますよ。いや、しますよ。ぜひ。 でライブの開催に向けて今回もあなたの歓声、拍手の音を大募集したいんですちょっとまたあのお手数ですけど、総口さんあのーはい、ちょっとサンプルをですね対応していただいてもいいですか<ー>まず「えーはい、桜坂」がが終わりりまましたじじゃゃあとうございますディアが終わりました。 じゃじゃーん、じゃじゃん。ありがとうございます。まあ、大きく分けてこの二つなんですね。で <いや S 1> そのあそで、あの元気なんと、なんか静かに余韻を楽しんでるんだとそうそう。その間になんか、ちょっと笑い声とか。<laughs> 笑い,声 <laughs> いや、なんか、ほら、トークに対する、こう、なんかね。<laughs> ごめんなさい。そそれ、なんか、ドリフ感が強くなります。大丈夫ですか。ののいや、いや、この間もやってましたよ。<laughs> そうっすあそうかそうかそうかあでもこの間は不,不自然に感じなかったの全然不自然じゃないですって確かに確かにそうだった、うん、笑い声とかあとまああのさめざめと泣いてる声を投稿するとかですね <laughs> なるほどまあいろいろという送ってもらってそれを使うか使わないかいろいろね任意してそうそうそう,そうえー、三<ー>3月13日土曜23時59分まで、えー、詳しくはライブ特設サイトをチェックしてみてください で今回もですねスペシャルアンコールブロックが視聴できるファンクラブ限定チケットもご用意しております。お値段は通常チケットと同じ4,500円税込みでございます。えー、なのでファンクラブチケットの方がいろいろといいんじゃないですかっつう話でえプラスですね今回ファンクラブチケットをご購入いただいた方の中から抽選で200名様にスローコレクションライブのですね非売品ポスターをプレゼント こちらがあるもうだからもうほらアンコールも見れちゃうしポスターも当たる可能性もあるしこっちじゃないですかっていう話なんですけど、えー、抽選対象期間はライブ当日の3月21日3月21日日曜18時59分まで18時59分までです、えー、抽選対象サイトブロス会員専用サイトアベマさんピアライブストリームさんこちらはですねあのー ブロス会員の方は200名様に当たるとで ABEMA さんとライブストリームさんは100名の方それぞれ詳しくはライブ特設サイトをご覧になってくださいアーティストオンラインショップアスマートにてオフィシャルグッズの先行販売も絶賛受付中ですいろいろバリエーションありますからエコバッグ好調ですね今回ねまあ確かにあれ使いやすいですもちろんあの他のねえー、新アイテムあのコードホルダー なんかもですね、好調ですよ。たくさん手に取っていただいている。ありがとうございます。他のグッズもね、いろいろかわいのからかっこいいの取り揃えております。ぜひサイトでご覧になってください。アーティストオンラインショップアスマートにて購入することができます。2021年版カレンダーひめくりまくり2021-2022絶賛発売中です。ぜひともお手に取ってみてはいかがでしょうか。 幸福キッチングッズも販売中、福山やニューアイテム、クスノキ香りシリーズも発売中でございます。長崎フォトフェスティバル2020受賞作品決定いたしました。 2020年10月より開催した私、深山がクリエイティブプロデューサーそしてクリエイティブディレクターを務めさせていただいている長崎フォトフェスティバル2020今年はなんとですね、4795点と多数のご応募いただいたとのことです,すありがとうございます。うん、その中から写真の街、長崎実行委員会の選考により受賞作品が決定しております。自称作品は、長崎フフォトトェスティバルの公式サイにににてててごご覧覧ななっっいい。ただだけます。くさ ダンロップスタッデルスタイヤーウィンターマックス03テレビ CM だるまさんが転んだ編オンエア中朝日スーパードライテレビ CM ビールのうまさ編オンエア中でございますちなみにお知らせとしてですけれどもキューピーハーフではなく燻製マヨネーズキューピー発売になっております<お>美味しいですよあの私が以前キューピーさんと共同開発で作らせていただいた、えー、燻製風マヨネーズからさらに進化した キューピーマヨネーズのですね。えー、燻製。あのお酢をマヨネーズ作る時ってお酢を使うんですけど、そのお酢が燻製されたマヨネーズで大変美味しいですよ。そうぐちうわ、これ、じゃあ、ごめんなさい。もう早速買いに行きます。それはい、もう僕なんかはね、もうマヨネーズだけでお酒飲めるぐらいですよ。確かになんかわかりますね。わかります。熱々のご飯にマヨネーズ直掛けでご飯食べれます。わ <laughs>、まあ、かります。わかります。うん、それは確かに僕はね、あの、それを推奨してるんじゃなくて、僕はそれ、それでも全然。 でも食べられるし好きよって話ですけどさあ,あのエンディングでございますけど、はい、あの知的人ラジオ君からの,、ね、あのメッセージ引き続き待っております知的人ラジオを検索してメッセージをクリック投稿フォームに行けばですね、えー、鬼パーソナリティ正治さんに叱られたいの <laughs>、ねえー、コーナーも始まりますから是非叱られたい内容を書いて送ってきてください、はい、もう1枚メールこれね、えー、じゃあ総務さんお願いしますあわかりましたはい 江戸川の熊子さんは二十七歳女性の会社員の方、まあ、現在産休中って書いてあるんですけどね、うん、渋谷のラジオで聞いていただいております、まあ、じゃこんばんはくまさんこんばんはいつも楽しく聞かせていただいています、うんえー、自分の誕生日ではないんですがそれでもよければ聞いてください,いあこれ私の忘れられない誕生日に見えてましたね、うんえー、それは娘の誕生日です、うん 娘は去年6月26日に生まれましたうんおめでとうございます妊娠が分かったのは、えー、一昨年2019年の10月、うん、えマチネの終わりにの完成披露試写会にあたって参加させていただいた直後でしたえ、そうですかねで年が明けて安定期に入りやっと少しは安心できるかと思いきや世の中はコロナ禍うん。ね、うん、よくマタニティーライフなどという言葉を耳にしますが 主人と二人最後の思い出作りどころか近場への買い物すら気軽にできずひたすら家にこもり未知のウイルスからお腹の子を守ることで必死な毎日でした。予定日を3日過ぎた6月25日夕方旦那の帰りを待っている間に発水直後に帰ってきた旦那と病院へその頃はギリギリ立ち会い出産が許されていたのでしばらくは旦那と喋ったり病院で用意してくれた夜ご飯を食べたりして陣痛が来るのを待っていました。 な、えー、なかなか陣痛が来なかったことから旦那は一時帰宅とその直後に徐々に陣痛、うん、そしたらこのご時世陣痛の間もマスクをしていないといけなかったんですと、うん、あだんだんと陣痛が強くなる中私の呼吸が乱れてきたから看護婦さんが酸素マスクつけますねと、うん、でやっと息苦しさから解放されると思いきや、うん、なんと私がしていたマスク、まあ、ウレタンマスクの上から酸素マスクをつけられ。うん 正直全然呼吸が楽になりませんでした <laughs> それは決まりだったんですね,ね、そうなんですよマスクをしてないとダメだって、ね、<ー>そういう時でもで、えー、その後急に看護師さんと先生バタバタそして先生からちょっと赤ちゃんが苦しそうなので今すぐ旦那さん呼んでくださいと、うん、で、旦那は10分後に駆けつけてくれました、うん、そして結果的に緊急で帝王切開あらそう オペ室に入って15分くらいで無事出産、え350グラム元気な女の子でした。おめでとうございます。ね、えー、後で先生から聞いたんですが、娘はお腹の中でこうへその方が首にこう二周絡まっていた。はい,はいはいはい。わあね、えー、思えば私もね母からへその方が首に巻きついていたよと聞いていたので、さすが我が子だとまあ思いました。う、ね、えー、そんな娘ももう7ヶ月。 うん、お散歩に行く時も必要以上に気を使うんですが本人は今は目に映るもの何でも舐めたい盛り毎日ヒヤヒヤしながら見守っていますと、ねえー、長くなりましたが以上が私の忘れられない誕生日です夜中の授乳時もマシャのラジオを聞いたりして励まされています本当ありがとうございますいいやいや本当にこのコロナ禍においての出産と育児っていうのはねいや本当に 心配なこととが多いと思い思ますもちろんね先生方も病院もやっぱりプロですから、ね、あのもちろんすごく気をつけて、えー、やってくださってると思いますよ、うん、出産やね、うん、でもやっぱりその病院を出た後にね初めての子育てですよね育児ですよねくま、うん、子ちゃんはね当然ねわからないことだらけだと思いますしまあ何を信じていいのかわからないっていうような。 どこまで清潔にすればいいんだっていうね、うん、まだ赤ちゃんだから肌も弱いからねそんなにアルコールでバン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 拭いててもっていう、うん、いやーでもあとやっぱりその旦那さんとかもそのね外から帰ってきたりしても絶対持ち込まないとかいろいろ気遣うでしょうしねうんいやもうほにそれがストレスになると思いますでもあんまりねストレスになりすぎてもなんなんで、うん、あの適度にねあの家の中をね あのもちろん清潔にしていなきゃいけないしうん、うんね、お仕事から帰ってきたりとか外から帰ってきたりとかっていうのはもう清潔にしなきゃいけないいや大変だと思いますけどでもね、あのーうん、豊かな時間とも言えますのでねこの、うん、生まれてすぐっていうのはねうん、うん、さあ今週も医療従事者の皆様そしてエッセンシャルワーカーの皆様ありがとうございましたくまこちゃんのようにね子供が生まれて間もないうを、ね、担当してらっしゃる 方もたくさんいらっしゃると思います本当にありがとうございましたでは、えー、今週はこのあたりでここまでのお相手は佐藤さん鬼パーソナリティ正春さんだ <laughs> そこ<う>だ <laughs> ちゃんとメール送ってこいよ <laughs> いじゃないと鬼パーソナリティ正春さんだけが事故ってるみたいじゃないか <laughs> まだキャ,キャラ確立してないんでしょうがないです恥ずかしい思いさせんなよ <laughs> ねですよ <laughs> お願いしますよキャラも全然できてないんだからねそれではまた来週までバイバイくバイ最高